え、なにこれ、これ、ハギーワギーじゃない？ハギーじゃくれたの、これこれうわわ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 プリ姫が始まるよ、最後まで見てね、いつもあるわよ。こんな夜中に、うわ、夜中じゃん今。ああ眠れない。よいしょ、こんな時間だからやっぱ誰も起きてないよね。寝てるかみんな。眠れないからこの幼稚園で遊ぼうかな。眠れない。あ、ひえちゃん、ぼくオークも眠れなかったの？うん、なんか今日めちゃくちゃ私眠れなかったのよ。オークもなんか私途中で起きることなかなかないんだけど今日起きちゃった、うん、なんか今からこれで遊ぼうと思ってるんだけど一緒に遊ぶ？いいね、遊ぼうか。うん、うわあれや、ひめちゃんどうしたの？パパ、え、眠れない？全然眠れない。パパも眠れなくてさ途中で起きちゃった。うわどうしようと思った。ひめちゃんと多くの声出したからこっちに来たの。うん、ああ眠れない。全然今日眠れないよ。よしねえ、うん、ああ眠れないからこのおもちゃで遊ぼうと思ってた、うん、あ、いいね、うん、じゃあこのゲームで遊んで、うん、疲れたら眠れるんじゃない？え、そうだね、うん、このおもちゃどうやって遊ぶんだ？え、これ見たことないおもちゃだな。うん、買った？どうやって遊ぶの？よく買ってない。でもここに置いてあったから。あ、そうなの？うん、なんかこれなんかジュース、あ、これミキサー、なんだ、リンゴとかブドウとかミックスジュースを作るおもちゃなんじゃない？あ、これなんか知ってる。これ乾電池入れてウィーンって回って、うん、で途中でパーンって出るんだって、うん、順番に自分が例えばパパだったらこの緑色のリンゴを持ってて、うん、で1人1個ずつ入れますって、うん、で1個入れて今度オープン入れて姫ちゃん入れてパパ入れていくんだけど、ポンって自分のが飛んだらそれを拾いに行くの、うん、でそれでまた戻ってきて順番に入れていくんだけど、で待ってる方はもうどんどん入れていけるの順番に、うん、そういうゲームだけど、これ電池ないぞ。あ、あ、よかったら遊べなくない？遊べないぞ。え、遊べないじゃん。なんか玉入れみたいにしたら。あ、そうだ、あ、いいね、あ、いいね、いいね。じゃあこの辺にこれ目がけてポンって、この辺にね、ポン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 入れようか。その子まで行っちゃったら、うん、投げるときにね、うん、拾いに行く。オッケーオッケーオッケー。じゃあ自分の色持って。じゃあどうしよう、私紫にしよう。はい、紫ね、ポンポン。あ、じゃあオレンジ1個余るから1人1個ずつにしようか、うん、じゃあ合計ね、4個、ね、1人4個ね、うん、持ってこちら入れていきましょう。合計12個ね。じゃあこの辺で、じゃあこの辺で、じゃあこの辺で入れていこうか。投げて入れてよ。まあ OK ね、順番にね。近くないでしょ。え、何が？ミキサーの位置近かったよ。近かった？今なんかさりげなくこれ寄せてなかった。いや、そんなことないけど寄せてた。うん、じゃあ行く。ちょっと待ってね、今このバランスが大事だからさ。いや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 、じゃあめっちゃ やっていこう。めっちゃ揺れるじゃん。うん、うん、うん、あ、いやいや近いでしょ、近いでしょ。近いよ、ひめちゃんの方。いやいや、違う違う違う。だからね、うん、いい、うん、こっからまだ、こうやるのなしね。ここ、こっからポンって。だって難しい。じゃあ、誰から行く？最初行く。じゃんけんぽい。じゃあ、ひめちゃん、おうくん、パパで行きましょう、うん、それでは行きます。ちょっと待って、手近くない？確かに。それでは行きますって。行きます。ね、行くよ。ほい。いやしょっぱじめ。え、水？何の音？落としてる。落としてるね。うん、水の音。なんか出しっぱ。え、パパさっき目覚めたから顔洗ったんだよね。あ、それ出しっぱなし。出しっぱなし？うん、
いや、絶対止めた、絶対止めた。嘘だ。うん。え、で、おっ、ちょっと待って、だってさ、ゲームやろっかって時、じゃーって言ってなかったじゃん。あ、そっか。なんか、外れたらじゃーって言い出してたんじゃない？だよね。え、壊れた？うん、ちょっとじゃあ見に行こう。空気の吸うやつ。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。めっちゃジャージャー見てる。めっちゃジャージャー言ってんじゃん。そうそうそううちら寝ぼけてて最初聞こえなかったとか。いやそれはないおかしい。まあ、けどパパ、いや王くんじゃない。俺じゃない。パパと王くんこっち側じゃん寝てたの。うん、私向こうだもん。ねえ、姫ちゃんの方にも洗面あるもんね。うん、あるよ。へえ。なんじゃ。なんじゃ。けど眠れないね。もうちょっとゲームしたらさ、あ、そうだっか、ね、姫ちゃん一発でもうミスりすぎよ。姫ちゃん意外と難しいんだって。そんなことないよね。じゃあ今度オークンから入れていこうよ。じゃあもう戻ってね、ゲームやろう。やろう。でもね、消してから。はい、行くぞ。オークン行きます。はい、今さ、夜中の3時だからさ、静かにしてないとね。神うまいね。いきますよ。やっぱ感覚よ。感覚。うまいね、おくん。またじゃーって言ってる。なんで？なんで？けどさっきの奥の方じゃない。いや、姫ちゃんの方じゃない。あ、姫ちゃん。姫ちゃん姫ちゃん止め忘れたんだ。姫ちゃん寝ぼけてて気がつかずにこうやってね。だってそれやったら最初だろ。姫ちゃんじゃん。姫ちゃんじゃん。みんな寝ぼけてたんだよ。ちょっとじゃあ見に行ってみよう。姫ちゃんじゃん。姫ちゃん、ね、姫ちゃんだよ。ほらじゃあじゃあ言ってる。姫ちゃん止め忘れじゃん。姫ちゃん、いやでも私ちゃんと止めた気がするけど。ほらめっちゃジャー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 言ってんじゃん俺。え、なんでお風呂食べてんの。これ姫ちゃんダメじゃん、ちゃんと止めないとね。えおくん、いやいや、でもゲームしてる最中聞こえるはずだよ。いやね、ボケてて聞こえなかったんだって。ほらそうかも。お湯だ。お湯出しっぱなしじゃん。あ、熱いねえ。あ、熱い。もうちゃんともう止めないと。私寝る前に顔洗ったからか。ああ、もうずっとじゃんじゃん。なにこれ。なんだこれ人形。はこれ。これハギーワギーじゃない。あ、トピーザプレイタイム。ね、青いバギー。なんでなんで持ってきた。あ、持ってきてない。そもそもハギーワギーのぬいぐるみ買ってないし、このホテルの部屋に入った時なかったと思うけど。ないよ。私が寝る前顔洗った時もなかったと思う。いや持ってきたんじゃない。寝ぼけてて。違う寝ぼけてて持ってきたんでしょ。初めて見たもん。で前のお客さんが忘れてった。あ、けど清掃入るからそれはないね。うん、交番。ね、ハギーワギーってヤバいやつじゃない。ハギーワギーやん。やめて。これヤバいやつだよね、ハギーワギーって、うん、襲いかかってくる人間じゃない、うん、ちょ、気をつけて。すごいスピードで襲いかかってくる。ガシャンガシャンガシャンって、ちっちゃいってくる。ゲーム実況もやったじゃん。うん、姫ちゃんのことを連れ去りに来たんじゃない。鎧、ほら、姫ちゃんが使ってる洗面にハギーワギー人形。ほら姫ちゃんじゃん。あなた狙われてるわよ。めっちゃヤバいんじゃないこれ。守って。いやもうひめちゃん生贄になって。いや守って。パパとオークン脱出しないと。いやなんかやばいぞ。守ってよ。何が起きてるんだ。ボールを投げて失敗したらじゃーって言った。私が投げて失敗したら、うん、
パパとオウ君が使ってる洗面の方を成功したから。けどさ、パパとオウ君の洗面の方はハギワギ人形なかったじゃん。あ、確かに。これ大丈夫か、触って動かないよね。急に、うわ、呪いの人形っぽい。おぉ、やめて。あ、でも可愛い。あ、なんか意外と可愛いかも。ちょっと待ってみな。可愛いかも。ひめちゃんに会いに来たんじゃない。ひめちゃんに会いに来たんじゃないの、このハギワギ。意外と可愛いかも。ふわふわしたい。ふわふわ持ちたいんかい。めっちゃふわふわ。わぁ、やぁやぁ。これ、やばい人形なんじゃないの。人形だから大丈夫じゃない。これ夢か。痛い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 。違う違う痛い。じゃあ、なんであるかわかんない。眠い？え、全然。じゃあ、むしろ目覚めた。もうちょっとゲームしよっか。よく見れば眠くなるかもしれないし、うん、よく見れば、ハギワギって顔三角だね。そうよ、そうよ。逆三角？そうよ。ゲームでもそうだったよ、うん、ハート結構可愛くない？なんか、うん、じゃあ持っていこうか。持っていこう、持っていこう。ひめちゃんに会いに来てくれたんだ。呪いのハギワギが、やめてすぎる。ちょっと多く、このハギワギ人形こんなとこ置くの。怖いな。これポーンって投げた時にこれハギワギに当たったらなんかやばい気がする。絶対やばいよ。何かが起きる。じゃあひめちゃんどうぞ。オレンジで成功してたから、オレンジ行こう。ほい、おぉ、よし。ちょっと待って、よし、これでいいか。え、ミスったらハギワギ人形に当たるように。うん、あ、これパパも襲える。やめて。奥に投げてもいいかも。いつもパパ襲われてるからさ、今回ひめちゃんとオー君犠牲になりなさいよ。やだ。ここは年長のパパが。何してるの私。あ、次オープンか。はい、オープン。来てみます。いやー、やばって今置いたぞ、置いたよね。はい、置いたよね。大丈夫ね。じゃあ次パパ行きます。うん、ハギワギ。あ、何の音。まだしてる、まだしてる音。なんの音これ。水じゃないぞ、水じゃないぞ。どこどこ。出てる。てか、歌の何。え、聞こえる。なんか、ベッドの上で跳ねてるような音しない。ドン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 。怖い怖い怖い。そう、そう、持っといて、なんか守ってくれそう。どうしてくれそう。パパには呪いの人形でしか見えないけど。強そうだから。パパとオークの寝室の方じゃない。二人の寝てる部屋から聞こえてる。何か。めっちゃにっこりしてる。なんか嫌な予感する。何、めっちゃなんか飛び跳ねてるような音する。絶対誰かいるじゃん。ほらほら、音が大きくなってきた。誰かいる、絶対いる、絶対いる。ここはパパとオウ君が寝ていた寝室です。誰かいるね。うん、守って。よし、じゃあね、お寺の力見せてやろう。行くぞ。やっつけて。一気に行った方がいいよね、これ。うんうん、ふりぇーって。うん、いくぞ。ふりぇー、ふりぇー。うわわわわわわわ。これやばいんじゃない。ない。あ、これあれじゃない？この手の。え、青ない？青ない？青ある、青ある、青ある。青ある。マシン、マシン。そう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 。なんでそれがあるの？探すやつだ。取れないから。取れないね。え？
ちょっとオープンそれ触っていいの？いいでしょ。やばくない？まあ、どこ一緒に指輪切り人形3体もある。ガシガシ、なんかそれぞれの場所にね、なんか私今日洗面寝る前に使ったでしょ、うん、でそこにハギワギいたじゃん、うん、でパパとオーカンベッドに寝てたでしょ、うん、でそこにハギワギいたじゃん、うん、それぞれが目の前にいた場所にいない？いる。いるよね。これ今回みんなやばい？やばい。みんなやるパターン？じゃあ僕そう言うな。じゃあ風呂って言ってこよう。うん。なんか起きてますって。ちょっとさすがにこう。電話するねえじゃん電話。あれさっきまでそこに電話あったのない？え？あ。電話があったのに。なんで？え？やっべ、フロントネル電話できない。待って、これハギワギを隠したんじゃない、うん、脱出できないように。もう、みんなでね、玄関行きましょう、うん、そして、フロントへ行きましょう、みんなで、うん、よし、ちょっとね、よし、早く行こう。よし、行こう、じゃあ玄関行こう、玄関行こう、うん、これ、ちょっと何、うん、ちょっと、こっち声出さないでよ。夜中の3時だから、 3AM だから。ごめんね、これなんで貼ってんの？いや、知らないよ。おい、とにかくフロントで行こう。早く早く早く。え、嘘、押さえて。ほら、嘘でしょ。何この青い髪と赤い髪、なんだ。あ、わかった。あの、青い、なんかあったじゃんって。うん、うん、くっつければいいんじゃん。あー、そういうことか。こんな中で原作みたいに脱出できるんじゃない？持っていく、持っていく。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょなんで動いてる、動いてる。え、今ハギワギ人形なくない？ハギワギ、あ、パパたちさ、閉じ込められていたんだ。ハギワギ人形に狙われていたんだ。それで赤と青でペッてやれば開くっていうのを分かったじゃん。うん、だから動いたんじゃない？これさすがにもう脱出しちゃうなと思って。うん、ちょっと赤とあの青のあれ、奥にある、奥にある。ちょっと奥だけにオープン取ってきてよ。うん、オッケー。あ、奥だけ気をつけてよ。気をつけてよ、気をつけて。止まらないでしょ。ああ、めっちゃ踏んでるじゃん。めっちゃ踏んだじゃん。ある、どう？よしよし、終わって。よし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 、キャスに踏まないように。よしよしよし、ごめんね。よし、めっちゃ踏むじゃん。じゃあね、これで扉、ね、動いた気がした。嘘、扉ね、走っててね、開けて脱出だ。うん、じゃあこの手合わせるよ。せーのよ、せーのよ。うん、せーの、ヒューだからね。そう、せーの、ヒュー。あ、カシャっていった。いった。よし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 、じゃあね、青と赤でね、あの、え、は、ちょっと、おい、ちょっと開けて、ちょっと、姉ちゃん、奥、ちょっと、ちょっと、ちょっと、あ、あれ、取れちゃった。え、これは、取れちゃった。え、脱出、脱出できないってこと？こうしてパパだけハギーワギーに襲われてしまいました。正解は